疲れ様です。お疲れ様でございます。今日はですね、今から神奈川県の県民会館で、舞台でございます。その後に終わったら即五反田の方で、別のお仕事がございます。舞台終わってそのまま本当は横浜から五反田って多分1時間ぐらいかかるんですけど、終演後30分ぐらいで、五反田に行って仕事をするというむちゃくちゃなスケジュールが組まれてまして、さてその間の移動はどうするんだと。14時から始まって16時15分に終わるんですけど、打ち合わせが16時半からなってるんですよね。横浜で僕は神奈川で仕事をし、16時15分に舞台が終わってるんです。で化粧を落としたとしてもまあそんなもんですよね。そこからどうやって五反田まで15分で行くんだと。ここはねもう分かりません。果たしてその辺の僕のこう私が組んでないスケジュールなんですけど、どうやったら横浜から五反田まで15分で行けちゃうのかってことがちょっとまあ私としては相当今日の悩ましい部分です。今 YouTube ライブもしてましたが、なんだろう、今インスタライブに切り替えまして、インスタはですねやっぱりこう僕 YouTube ライブよりインスタライブが好きだなと思っている理由は、縦だから、縦の方がなんか携帯らしいというかいいなと思ってます。いやでも今日なんか今 YouTube ライブで話しきっちゃったから特にもう話すことないんですけど、とにかく今日は横浜の今神奈川県に向かっております。その横浜県民会館で舞台です。ご興味あれば今からダッシュして横浜県民会館まで、あと18分で開演ですので来ていただければ、ご覧いただければと思います。で明後日は山梨、その後は松本、そしてその後は、相模大野ということでございますので、ぜひ、お時間あったらそこまでダッシュしていただければ僕いますので、舞台も歌舞伎も面白いと思います。最近やっぱこう桜が咲いてきて綺麗だなと思いますが、この舞台では、二幕構成の歌舞伎もやってまして、二幕目が稲瀬川という桜が咲いている場面でございまして、まあ、そんなようなところですからやっぱこう桜の季節にいいなぁと思いながら、毎日舞台の上でも日常でも桜を見れている日々でございます。今日は横浜見えてきた、ラインマークタワーだったり、ラウンドマークタワー、横浜来ました、横浜見えてきました。お疲れ様です。ベイブリッジ、そうかな、生で見たい、生で見てくださいよ。全然福岡からか、福岡もね行きますよね。なんかこの間も俺福岡行ったんだけど、また福岡行くんですよ。福岡での公演もありますので、ぜひご覧いただければと思います。いやでも今年はね、横浜ってすごいね、こっちの景色がものすごい機械、なんかすごいね、輸入輸出のこのでかい機械、なんか遊園地のこういうアトラクションみたいなやつ、あの超でかいバージョンが 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,10,30 個ぐらいあるんです。びっくりする、久々に来ると横浜ってすごい。いやー皆さん水曜日の1時44分です。何してるんですかね、みんな在宅とか育児中とか、昼休み休憩だって方は YouTube 中継だったんですけど、インスタ見てる方は何やってるのかな。お疲れ様です。壁横浜さんね、インスタで告知しとかって欲しかったです。何舞台を
そうなんだ。そう言われてもね、そう言われてでもですよね。告知、告知ね、告知、そうか、インスタ、でも僕が舞台やることはインスタ載ってるはずなんだけどな。まあまあしょうがない。でも横浜公演は今日1回きりで、1都3県はまだ緊急事態宣言中ですから、50% 制限の中での公演なんで、でまあまあ今から間に合いますよ横浜でしたら、あと15分後に開演なんで、僕が出るまではもうちょっと時間あるし、ダッシュで行けば間に合います。多分後ろの方の席だったら多分空いてんじゃないのかなって、まあ分かんないけど多分空いてます。よし、あれテレワークか、あれなんか間違えちゃったな。よいしょ、これでいいか。聞いといてコメント見てない、うん、そうコメント早くて、あのバッチの方がちょっとしっかり見えるぐらいで、他はね早くてね全然ダッシュできねーってそうなんですよ。頑張れ SC マイセルフさん、ありがとうございます。そうなんだよね、コメントありがとうございます。すごいね、今日はあったかい。みその座ショー、4月にみその座もあるんで楽しみですね。あ、目的地がなんかこうナビ上で見えてきました。ぼちぼち着いちゃうかもしれないな。今日は朝倉浜やって楽しかったですね。あ、なんか横浜らしい景色が見えてきました。ちょっと見てみますか。ここです、ドン。ほら横浜っぽいでしょこれ。よし、はい、横浜っぽかったです。さあ横浜綺麗だな。多分ねあと 3,4 分で着くんで、最後にちょっと今日の僕はあの YouTube でも話しましたが、ラブくんとラブちゃんと、うわ、うちの飼ってる犬ですね、一緒に寝てて、なんとお昼寝1時間半ぐらいしてしまって、ラブも珍しく私のポッケのポッケに入れてたんですよ。今日ポッケの中で1時間爆睡してまして、え、まさかお互い起こさずに、舐められもせず、舐められたか気づかないけど、向こうにずーっとポッケがあって、ポッケの中でフーッつって、ほんでパッと起きたらラブもこうやってここで寝てて、おいっつったらフーッて起きて、何これでこんな寝てたっつって、寝てたよみたいな感じで起きた時の至福感が今日の僕の全てです。そしてこれから、横浜でお客様と舞台を、ね、対話して、何か喜びを分かち合えることが次の僕の全てです。そしてその後に横浜公演終わった後に15分で五反田につける奇跡を望んで、まあ無理だろうね、頑張りたいと思います。なんかついてきたよ、右には山下公園が見えます。そして前には本町5丁目、右は県庁前ということで、中華街もぼちぼちかな、ぼちぼちですね。中華街だね、左側だ。中華街でおすすめの店ありますか。食べないですけど、ないかな。お、なんか横浜好きです、全速力の海老蔵さん。そう、僕は全速力なんですかね。高知市にも来て、あ、高知好きだな、行きますよ、よく遠くから応援します。ベイブリッジの上にいましたよ。そうか、
では行ってらっしゃいませ。なんかみんな優しいね。じゃあぼちぼち。あ、中華街来た。うわ、やめ、中華、あ、中華街だ。うわ、来ました、横浜。横浜に来ましたよ、僕は。ついに久しぶりの横浜。そして多分ここが横、この右が僕が出演させていただく横浜県民ホールですね。こういう感じで楽屋入りしてるんですよね、僕いつも。へー、あ、書いてあるかな。うん、はい。おかゆのお店、サチエさん7051、ウイス。そうだよね、中華街とか歩きたいよね。中華街歩くとね、たまに怒られるんだよな、俺。何やってんのみたいな、何やってんのみたいな。なんか中華街行くと、普通だとなんかこう商店街で、海老蔵さん何やってんのって言われるんだけど、横浜の中華街と大阪の商店街食べるの、あの、歩いてる、何やってんの、何やってんのってちょっとなんかすげえ怒られるよ、ね、感じしちゃうんですよね。ちはるさん、ありがとう。そうね、もう着きそうだね。あと多分1分。横浜、ちょっと横浜ってやっぱこう神戸と雰囲気似てんな。さあ、私ちょっとぼちぼち着きますね、これ。よし、ここでしょ。いや、ちょっと裏、裏か。今着々と劇場に向かってます。私の子供たちに貼られたシールとともに、県民ホール、あ、神奈川県民ホール着きました、着きました。県民ホール着きましたよ。お、走ってる人いるよ。もしかしてこれ見てた人かもしれないよ。車覗いたもん、今来てくれちゃったかな、もしかして。県民ホールですわ、着きましたわ。じゃあちょっと着いちゃったんで、ここで失礼したいと思います。もうみんないますんで、いや、ありがとうございました。舞台行ってきます。そんではまた、失礼します。